皆さんこんにちは。本日は市民プラザウィーク2日目、たくさんの方のご協力のもと開催でき大変嬉しく思います。昨年は市民プラザ祭りは中止されましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症の対策を踏まえて市民プラザウィークとして10月の9日から16日まで8日間市民活動団体紹介パネル展示やZoom を使った講演会等を開催いたします。ウィズコロナにおける新しい形でのイベントの開催、 YouTube 配信もあり、私自身も楽しみにしております。ご来場の皆様、 YouTube でご参加の皆様、ぜひ市民活動に触れていただき、地域とつながりを作っていただけるよう、そういったきっかけになればと思っております。市民プラザ市民活動支援センターは協働を実践する中心的な存在です。市民活動の支援や人と人がつながる場として今後もさまざまな役割を期待しながら、市民プラザウィークが大いに盛り上がることを記念いたしまして、私からの挨拶に変えさせていただきます。